This is Murray Monroe's heels and handspring. Let's see if it fits. What do you think? I think you might be Marilyn Monroe's doppelganger. It's like a perfect fit. We made it. ロサンゼルスといっても街は大きく、中にはいろいろなエリアがあります。東京で言えば区のようなもので、それぞれに特色があるというと分かりやすいかもしれません。この動画を見れば LA のダウンタウンのポイントを押さえていくことができます。エリザベスの香水チャンネルへようこそ。今日はロサンゼルスでの旅の様子をお届けします。香水に特化したところはメンバーさん限定で公開したいと思います。フラートンへやってきました。友人のセバスチャン、ザ・パフューム街と香水のイベントへ参加しました。そもそもなぜロサンゼルスのビデオを作ろうかと思ったかというと、実は来る3月ロサンゼルスへの出張が決まったので、その前に少し復習しておこうと考えたからです。動画を作れば他に今後ロサンゼルス LA へ行く視聴者さんの役に立つかもしれないと思い、今回まとめることにしました。ダウンタウンにあるホテル、フリーハンドホテルに着きました。このフリーハンドホテルは3日ほど宿泊予定です。ボヘミアンスタイルが印象的なホテルでした。友人の隣の部屋でパーティーをしている宿泊客がいたこともあったらしいので、リピはないと思います。アメリカのパーティーということは、つまりマリファナやタバコの匂いが充満する、また騒音が多いことが問題になります。ちなみに友人は初日一睡もできず、翌日私たちの隣のお部屋に変えてもらっていました。ホテル入り後、近くのラーメン屋さんジンヤへ夕食へ行きました。大変申し訳ないのですが、アメリカでいただいたラーメンの中で最も下位にランクインする日本食でした。アメリカで日本食の外食は高いのみならず、チップも発生します。インスタントラーメンを買ってお部屋で食べた方が良かったなぁと大変後悔しました。朝食は同ホテルフリーハンドのレストランでのテイクアウトをお部屋でいただきました。美味しかったですが、リピートはないかもしれません。香水のイベントが開催されるダウンタウンエリアローというエリアへ向かいます。ダウンタウンエリアのローはロサンゼルスのダウンタウンエリアにあるトレンド感あふれるショッピング、ダイニング、エンターテインメントの複合施設です。かつては製造業や倉庫街として利用していたこの地域は、現在ではリノベーションを経て芸術家のアトリエ、ユニークなショップ、レストラン、カフェなどが軒を連ねるハイエンドな空間に生まれ変わりました。ローは特にファッション、デザイン、食文化に関心がある人にとっては最新トレンドを体験できるスポットとして人気があります。屋外と屋内が融合した開放的な設計が特徴で、散策しながら様々な店舗を楽しむことができます。ロサンゼルスを訪れた際におすすめされるスポットの一つであり、地元の人々と観光客がにぎわう活気あふれる場所です。よって注意点をシェアします。ロー周辺の駐車スペースは限られているため、公共交通機関の利用やあらかじめ近隣の駐車場を調べていくことをおすすめします。 2. 週末やイベント開催時には特に混雑するため、時間に余裕を持って訪れるか、平日に訪問することを検討しましょう。 3. 屋外での散策がメインになるため、天候に合わせた服装で訪れることが重要です。特に夏場は日差しが強いので日焼け対策をお忘れなく。 4. 安全対策。ダウンタウンローのエリアは基本的に安全ですが、近くにスキッドローという危ない場所があります。遠回りすることも可能ですが、行き来する際にスキッドローを通らなければならないこともある人もいるでしょう。夜間の一人歩きや貴重品の管理には特に注意しましょう。これらの点に注意しながら、ダウンタウン LA のローの魅力を存分に楽しんでください。香水のイベントや詳細についてはメンバーさん限定で動画を独占公開していますので、メンバーさんはそちらでお楽しみください。Thank you.
サンゼルスのダウンタウンで有名なスポットグランドセントラルマーケットへお友達とやってきました。グランドセントラルマーケットはロサンゼルスのダウンタウンに位置する歴史あるフードマーケットです。1917年に開業し、今日では多国籍の料理やいろいろな食材を提供する様々な店舗が入居しています。グランドセントラルマーケットの向かいにはエンジェルズステアがあるので、一緒に観光するのも良いかもしれません。受賞式がセケーダクラブにて行われました。セケーダクラブはロサンゼルスの歴史的なアールデコ様式のビルディング内にあるエレガントなナイトクラブです。1930年代のハリウッド黄金時代を彷彿とさせるこのクラブでは、ライブジャズやスイングミュージックが楽しめ、時にはダンスレッスンも行われています。ドレスコードが定められており、訪れる際には時代を感じさせる装いで参加することが推奨されています。セケーダクラブでの一夜はまるでタイムスリップしたかのような特別な体験を提供してくれるかもしれません。これら2つのスポットはロサンゼルスの多様性と豊かな歴史を体験したい方には必須の場所です。グランドセントラルマーケットで世界中の料理を味わい、セケーダクラブで夜を過ごすことでロサンゼルスダウンタウンの魅力を存分に感じることができるでしょう。香水のイベントや詳細についてはメンバーさん限定で動画を独占公開していますので、メンバーさんはそちらでお楽しみください。セケーダクラブでは食事はありませんでしたので、授賞式の後宿泊ホテルに戻り、ホテル前に泊まっていたメキシカンフードトラックで小腹を満たしてから、二次会のあるデス&コという地下バーへ貸し切りパーティーへ行きました。真っ暗、そして爆音が流れており、あまり私たちにしっくりくる雰囲気ではありませんでした。しばらくお話しして後、明日も飛行機が早かったので速やかに帰りました。最終日です。 LA には美味しいものがほとんどないのかと思っていたところ、最後の最後で救いの手が、バナナケーキが信じられないくらい美味しくて吹き飛びました。今年3月ロサンゼルスに行く時には必ずあの味が現実だったのか確かめるために再訪します。もしお時間があるのでしたら、美しすぎるダウンタウンのアップルストアへ見学もいいかもしれません。この建物は1930年に建てられたタワー劇場を使ったもので、外から内まで豪華絢爛、隅々の装飾やシャンデリアや天井画がもう見ているだけで芸術に浸ってしまい、潤うことができます。アップルがこんなに荘厳でまばゆい歴史建築物内で商売してもいいのかと疑うくらい美しく、一見の価値がありました。もちろん無料で入れます。ビューポイントである2階には必ず足を伸ばしてくださいね。ブランチは丸亀うどん。日本の方にはもう慣れ親しんだチェーン店かもしれませんが、アメリカでは希少で美味しくて日本の味を忠実に再現しているつわものと、 LA へ行った時には必ずリピートします。 LAX、 つまりロサンゼルス国際空港に到着しました。これから帰宅です。一つ面白いと思ったのがこちらの自動販売機、食品保存用の特別ガスが入っているんじゃないか、そうでない場合は鮮度は大丈夫なのかしらと、当時食欲をそそられなかったのですが、なかなかサラダ自動販売機はお目にかからないので、経験として食しておけばよかったと心残りです。 They have all kinds of salads, pasta, wrap, and they even hard-boiled eggs,
really cool. Really nice. All right.空港にはインアウトバーガーはありませんでしたが、チックフレのようなアメリカのファーストフード店は結構ありました。This is a salad I got from Mexican place, chicken salad with avocado. アメリカのジャンクフードを日本に帰る前にどうしても食べたいという方にはもってこいのスポットかもしれません。ロサンゼルス動画いかがだったでしょう。この動画にいいね、そしてチャンネル登録してくださるととても嬉しいです。あなたの応援がこの動画を続けていく原動力になっています。あなたのおすすめのスポットやお食事がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それでは皆さん、Have a wonderful day. See you next time. Bye!